はい、こんにちは。派遣社員の独り言第253回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回は、1月2日ということで、皆さん本当におせちとかですねお菓子とかお酒とか、ゆっくりご家族と楽しんでいらっしゃるかなと思います。私もですね、実家の方に帰って、ちょっと親と一緒に過ごす生活をしてるんですが、ただ残念なことにちょっとコロナの影響もあったりとか、あとは親戚の方で、子供が生まれたりとかですね、そういったこともあって、なかなかちょっとこの時期家族、親戚が集まることができないといったようなことでですね、残念ながらちょっと寂しいお正月を迎えることになってしまったと。去年も実際そうですね、本当に全然集まることもできなく、皆さんも本当にご家族だけ、もしくはお一人で過ごされている方もいらっしゃるかもしれません。そんな中ですね、おせち料理とかですね、たくさんお餅とか、お正月には美味しい料理がたくさん待っているんですけども、私はちょっと以前もお話した通り、今ダイエット中でですね、順調に減量は進んでいるんですけど、でただ目標としては、2月にですね、人間ドックがありますので、その頃に、学生時代の体重、目標60キロ台ですね、65キロが平均体重なんですけれども、できたらちょっともうちょっと絞って、62キロぐらいに減らしたいなと考えております。なぜ、もうちょっと減らしたいのかっていうと、ちょっと理想としては腹筋をもう一度割ってみたいなと思ってるんですよね。もう一度っていうか、今まで割れたことがですねない状態で、学生の時代の頃からですね、ちょっとこうふっくらっていうか、デブまではいかないんですけどちょっとこう脂肪が乗ってるような感じの、肩太りっていうんですかね、運動部に所属していたんで、筋肉量はそれなりにある方なんですよ。だから肩太りみたいな感じなんで、ちょっとこう筋肉の上に脂肪が常に乗ってるような状態だったんで、ボディービルダーみたいな感じには到底無理でしょうけど、ある程度その体脂肪率を絞って、ちょっと1回でいいから腹筋を割っ、シックスパックっていうんですかね、ちょっと割ってみたいなというような希望があって、今ちょっと頑張っている次第です。で、体重がですね、やっぱり減ってきて、停滞期を迎えると、なかなかそこから減らないんですよね。で、今まではだいたいそこで諦めてしまって、ダイエットに失敗してしまうというような方が多いと思います。私も過去にそれで失敗したこと何度もあります。で、私もちょっといろいろネットで調べてみたところですね、1週間に1度、その停滞期から脱するために、チートデーというものを取り入れることによって、その停滞期から脱することができるという情報をちょっと得ましたんで、ちょっと停滞期に入った時には、1週間に1回、それもですね、ずっと続けるわけではなくて、時々なんですけども、食べたいだけ食べる。って言っても、暴飲暴食するというわけじゃないんですけども、普段のご飯の量よりも多めに取ったりとか、あとはちょっと間食はなるべくしないようにするんですけど、いわゆる3食のご飯の量を増やすといったことで、結局ちょっと満腹感を得てですね、脳がですね、ダイエット中って飢餓状態ということで、栄養を蓄えないといけないという体をのこう反応っていうんですかね、そういったものでなかなか脂肪が減らないという現状に陥ってしまっているようなので、それをたくさん食べることによって、飢餓状態じゃないですよって安心してくださいというような、脳をごまかすっていうんですかね、騙すということでチートデーと言われるような由来があるみたいなんですけども、それをすることで、これまでもですね2回ほど、停滞期をちょっと抜け出すことができましたんで、このペースでいくと、ちょっと間に合わないかもしれないかなと思うんですけど、人間ドックを過ぎてもですね、夢の62キロぐらいというのを、目指していきたいなと思います。で、基本的には前も申し上げた通り、炭水化物ダイエットはしません。
あくまでもご飯を食べます。まあ、炭水化物ダイエットって言っても、ちょっともう朝食はですね、プロテインということで、カロリー制限をするために、ちょっとご飯を食べてはいないんですけれども、昼と夜はですね、ご飯の量を減らして、しっかりとバランスよく、魚を食べたり、野菜を食べたり、お味噌汁、納豆、こういったもので栄養のバランスをとるようにして減らしてます。過去はもう本当にか、あの炭水化物ダイエットということで、一切ご飯を食べずに、野菜、あと卵、卵ダイエットも結構減量したんですけどね、すぐリバウンドしました。だから偏った、食べ物でダイエットするってことは禁物ですね。バランスの良い食事を、全体的なカロリーを減らして、それを続けていくと。で、あとは多少の、運動ですね。私は今、縄跳びダイエットっていうんですかね、エア縄跳びみたいな感じで、家の中での響かないところで、ジャンプをして、それを朝昼晩、平日はちょっと難しいですけどね、朝と晩、5分程度ずつ、行って、基礎代謝も落とさずに減量するよということを、やっています。ちょっと仕事のことと離れてしまったんですけども、仕事をする上でも健康第一なんで、人間ドックの数値が良いことを願って、頑張っていきたいと思います。またちょっとダイエットについても今後、中間報告的なことを、させていただければと思いまして、今回お話を終了とさせていただきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。